いらっしゃいませ。レザーバードックスへようこそ。お隣よろしいですか？乾杯。階段一つよろしいですか？私の実家には大きくはないですが庭があり、何本か木が生えていましたが、そのうちの一本はひときわ幹が太く、途中にあるコブのような出っ張りが顔に見えてしょうがないため、子供の頃からずっとその木が嫌いでした。数年前に両親が亡くなり、一人っ子の自分がその家を相続しました。結婚を機に古くなっていた実家を大掛かりなリフォームすることにしました。工事の邪魔となるので庭の木も残らず伐採してもらったんです。新しい家を建てて数ヶ月、妻が変なことを言い出したんです。家の中を誰かに見られていると。妻が妊娠中のため余計な心配をかけさせたくないので、庭や玄関に監視カメラを取り付けました。しかし妻はまだ誰かに見られているという。数日経って気づいたんです。リビング、トイレ、寝室にあるフローリング部分の木目が人の顔になっている。その顔が実家の木のコブにあった顔と瓜二つ。日を追うごとに木目がはっきりと顔に見えてきました。妻は最近寝ている時に意識を乗っ取られたような声を出すことがあるんです。腹の奥底からうなるような声。数ヶ月後に生まれてくる我が子の顔があれだったら、私は今どうしたらいいかわからないんです。あなたの守護霊になりたいな。心霊ホスト、青柳誠でした。まあ、そんなこんなで、そんそんななここんんななんで、で、せーの、このチャンネルが、ちょ、わかんないんだけど、言ってくれてないから。じゃあ私が言いますね。はい。はい、このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、お願いしまおす。願いします。コメントもお待ちしてまーす。バイババイバーイ。ーイ。こんな感じ。どうぞどうぞ。